とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タイムアタック、二日目、やってます。今回は、剣の塔、こっからだね。行きます。プレゼント、更新された時のプレゼントとか、そういうのを全部もらって、あのね、経験値ボールが手に入ったのよ。大経験値ボールかな？あれを2つ使ったら、陣兵72まで上がっちゃった。もう一気に、超強化。で、さらに、有吉の合言葉の武器か。あれで、ものすげえ攻撃力上がったのよね。人間状態で。おそらくベニマルで攻撃するよりもダメージこっちの方が上かもしんない。次はこいつら、ね、まあまあ必殺技があるからね、あっちはあっちで強いんだけど、とりあえずまずはこれでいく。うん、レベル300の武器だからね、最初からこれ持ってるっていうのはかなりの強みだよ。あ、で他のやつらが20とか30とか、それぐらいのダメージしか与えられない今、軽く250とか出るからね。楽勝。あー、ここで、いいね集めしたいけど、あれなんだよな。普通じゃちょっと難しいのよね。できないことも若干なりとも増えるんだけど、もうそこは若干なのよね。ここで芸能人学徒がその前となるやつを装備できてればめちゃめちゃ上げれるんだけどね。まあしょうがねえか。いや普通に死んだから普通に死ぬな。コマ君死にそうだぞ。そこそこ難しいところなんだな。はい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 、サクッと上まで行きましょう。あ、コマ君やられてる。どこいる？コマ君いないよ。いいか、コマ君。コマ君が消えたけど、そこはちょっとまあいいじゃない。じゃあ倒した。早くエマさんを助けましょう。分かってる。待ってろエマ、一気に駆け上がるぜ。上がるぜ。はい、ボス速攻倒そう。変身なしでいこうか。多分変身なしの方がダメージ与えれるもんね。うわ、すっげえダメージ。ここで倒さないと。わあ、遅くなった、遅くなったけどいい。もうゴリ押しでいこう。おお、すごいよすごいよ、このダメージ。とんでもない。ラララララ。え、これちゃんと取れるんじゃない？取れるよね。ああ、取ると逆に時間かかったっていうやつ。でもまあまあまあ大丈夫でしょう。一応変身しとく。あ、いや、いいいい、変身しなくていい。そのまま行く。はい、終わり。どんどん行きましょう。おっとっとっと、いきなり始まった。次が、親の目いきましょう。さっと倒していくよ。もうレベル差とね、攻撃力の差があるから、もう全然今いい。七不思議クリアまでは全然余裕そうだね。はいはい。で、これね、レベル上限をどうやって上げようかなってところ、そこは考えるね。いいねをある程度集めないと上がんないし、まあまあまあいいか。うん、ちょっと何日間かかけてやるようにしていきましょうかね。こっち？ん？こっちが？ああ、こっちか。あれはいかん。若干迷ったりしちゃダメだよ。おっと、ブラックキャメラを倒す。急がなかったからいろいろとね、脇道から出てきちゃったりしてる。
はい、いいとこ、こっち、いたいた、結構ボスまで早いね。この後多分ボスでしょう。変身した方がいいのかな。おー、ちょっと変身してみようか。あ、変身演出キャンセルとかしてないような気がするな。マイカ通常攻撃は290とか。さあどうでしょう。あ、やっぱり、うん、分かってる分かってる。いくよ。これはあれだね、弱い、むしろ弱くなった。いかん、むしろ弱くなったっていうのはよろしくない。おお、ちょっと装備が揃うまでは人間のまんまでいこう。あまりにも弱すぎる。はい、親の目倒した。次は何だろうね。ガシガシいくよ。食事には気をつけようぜ。うん、で次は、あー、はい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 、恋に恋するヘビ魔獣。分かった分かった分かった、もういいいいからいいから、もういいから、もうとにかく行かせてくれ。あ、こっからマルチプレイができるようになるわけね。よし、まあ、とにかく行きましょう。それより早く行こうぜ。まずはどこなの、どこなの。やっぱり YSP クラブの物質がクエスト見てみましょう。そうだな。あ、これ、ああ違う、これだね。なんでキャンプ、物質でバーベキューなんて。行きましょう。どこに行かなきゃいけないんだろう最初は。あ、そうか、取り上げられそう。そうか、あれを解放していかないとダメだったんだ。あ、そうかそうかそうか。まあ徒歩で行きながら、あのモモの巣箱を解放していこう。あ、キュービー先輩戦ったか最初。あ、最初戦闘があったか。まあいいや、ガシガシいっちゃおう。やっぱ変身なしでこのレベル300の装備品で攻撃していったらめちゃくちゃ早いわこれ。紫の舞、はい、余裕です。まだ余裕、まだ余裕。あ、そうね、もう最後までこの武器でいいじゃん。こんな連中に負けると。マゼラタイタンまでレベル300ぐらいなんでしょ。もうこの武器1本でいいや。場所は保健室でいいよね。じゃあ行きましょう。必ず助ける。ここでヘビ魔獣倒し て, て, て僕のファンの子たち、あれか、トクロスも出てきてくれるかな。あ、私今までこれは3箇所倒せってこと。あの人に後押しされて、はいはい、あ、告白しようって。あそこ風数坊やのところも解放しなきゃいけないね。でも確かに5個だったよね、ワイドロップが。5個持ってないな。あ、よっしゃ、何してたんだ。十文字出た出た出た。恋愛について相談してて、でもまだね武器が弱いから、それってもしかしてこのまんまの方がいいな。え、本を出すくらい恋愛の方がそんな人いいと思う。他にいないでしょ。敵のレベルも29か、まだまだやね。敵のレベルが100ぐらいになって武器を出した時に変身していったらいいか。大丈夫かい。とにかく今はもう本当弱すぎてダメだもんな。保健室に行った後から何も覚えていないんです。あ、粉っぽいになるのか、マタロウが。ここはもしや、そういうことか。うん、だね。僕、呪いの犯人分かっちゃった。本当？マタロウくん、俺も分かったよ。すげーじゃんマタロウ。エンラ先生に報告に行こうぜ。あ、行かなきゃいけないの。もうなったなった。まあ話は全部スキップ。おい、はい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 。これメドゥーサ楽勝でしょう。目に見えてこんだけ減らせるってことはもうすごいね。ラララララ余裕すぎ。チャンス、終わらせる。ここで攻撃力が全然違うもん、ダンチだもん。じゃあ
もう楽勝。最初のうちの戦闘は本当に楽。そうだ、この俺がいる限り悪の栄えた試しはない。癒し系がレベルが4になったのか。15だったっけ。そんぐらいにすると力は次にいけたよね。レベル15と15で、あ、違う、そうです、ジョブによるや。なんかのレベルなんと、なんかのレベルなんで上級ジョブだったね。そう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 、なんか久しぶりにするとさ全然忘れるもんね。で、トグロス、はいはい、倒すよ、行きますよ、楽勝。で、トグロスの後に次なんだったっけ。あ、まあまあそんなに難しくもないでしょう。実際ね、話をスキップしていくとかなり早くいけるもんね。危ない、どこからどう見ても変身せずにそのダメージ素晴らしい。もう戦い方ももう大体の攻略は分かってるから、レベルなんて上げなくても大丈夫。でもやっぱここでね、ジョブの能力で、あ、そうか、癒し系で回復するのか、ポーズ取ったらね。あ、じゃあこれでいいじゃん。うん、このままでいいけど、でもまあ上級のジョブの方がいいからね、こっちにしよう。おっしゃー、チャンス。いや、当たってないよ。紫のは今のは当たってない。よし、倒した。レベル75まで上がったね。120になる前に、解放しとかなきゃいけないから、そろそろだな。でもワイドロップないんだよな。これはもしや学校側か。もうそのまま学校側で戦うんだ、特に何もせずね。オッケーオッケー。あ、学校が乗り込むの久しぶりだな。ラウンドワン。でも別にあれだよね、敵のレベルは低いままだし全然余裕でいけるでしょう。むしろあれだよね、これはガードせずともいけるよな。でもまあ一応していきますか。シャーシャーワイ。いや全然効かないもん。よし、はい、楽勝。いや、いいね、全然たまんないな。こんなもんだったっけ。そうだね、ガードしていけば結構溜まりやすいけども、別にいいか、全然溜まってないし。じゃあどんどん行くぜ。おお、全然ガードせずにいける。さあ、これぐらいのダメージ、僕だったらね、さすがにガードしていかないとポケモンじゃないけど倒せないけどね。今のこのレベルのやつだったら余裕だわ。じゃ終わりだ。フィニッシュ。まあ200いいね、まあ、こんなもんでしょう。はい、ではタイムアタック順調にやってますけども、また次もチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。